皆さんこんにちは。知の種の認知症予防動画です。今回は違う絵探し脳トレです。マスの中に絵がたくさん並んでいますが、一つだけ違うイラストが紛れ込んでいます。どれが違うのかを探してみてください。全部で10問あり、各問題の制限時間は30秒です。今回は LINE クリエイターひちこさんとのコラボで、ひちこさんの LINE スタンプの画像から出題します。それでは早速脳に刺激を与えましょう。1問目です。にぎやかヤギのイラストです。この中から一つ違うものを探してください。答え合わせです。ここにマスクがないと泣いているヤギがいました。ひちこさんのにぎやかヤギシリーズのコロナに負けるなというスタンプからです。マスクが当たり前の日常になりましたね。それでは次の問題に行きましょう。2問目です。ヤッホーと手を振るヤギです。一つだけ違うものがありますので探してください。答え合わせです。ここに来いよと呼んでいるヤギがいました。指が微妙に違いますよ。文字が書いてあるので文字の違いで分かったかもしれませんね。3問目です。いいねをするヤギです。違うものを一つ探してください。答え合わせです。ここにちょいちょいと呼んでいるヤギがいました。いいねをしている指の周りが少し黄色になっていますが、ちょいちょいは黄色になっていませんね。口の開き方も違いましたね。4問目です。それなをするヤギです。違うものを一つ探してください。答え合わせです。ここにバキューンとするヤギがいました。全部にハートがついていますが、見つけることができましたか？5問目です。会いたいと寂しそうなヤギです。違うものを一つ探してください。
答え合わせです。ここに激苗したヤギがいました。苗る姿が可愛いヤギですね。スタンプで連打してしまいそうです。6問目です。受けて大爆笑するヤギです。違うものを一つ探してください。答え合わせです。ここにプッと吹き出しているヤギがいました。口を手で塞いでいるのですぐに分かりましたね。お腹を抱えて口を大きく開けて大爆笑するヤギが可愛いですね。7問目です。携帯を見ながら喜ぶヤギです。違うものを一つ探してください。答え合わせです。ここにちょい待てと制止するヤギがいました。スマホで YouTube やゲームなど夢中になるとこんなリアクションしますよね。日常あるあるの可愛いスタンプですね。8問目です。と声を出して泣くヤギです。違うものを一つ探してください。答え合わせです。ここにん?と聞き返すヤギがいました。悲しいのか嬉し泣きなのか、ちょっと涙ぐましい時に使えるスタンプですね。9問目です。コロナの自粛疲れをしたヤギです。違うものを一つ探してください。答え合わせです。ここにげっそりと痩せ細ったヤギがいました。コロナの自粛で運動不足になり太った方が多いそうですね。先が見えないコロナの影響で本当に疲れてしまったのを表したヤギのスタンプでした。最後の問題です。おめでとうとお祝いをするヤギです。違うものを一つ探してください。答え合わせです。
ここにまたねと手を振るヤギがいました。おめでとうのポーズが仮面ライダーの変身のポーズみたいですね。今回は LINE のスタンプクリエイターひちこさんのにぎやかヤギシリーズから問題を作成させていただきました。ひちこさんのスタンプは概要欄に URL を記載していますので、他のにぎやかヤギシリーズも見てくださいね。ナレーターのあんこです。今回のにぎやかヤギシリーズのスタンプ、さまざまな表情があってとても可愛らしいですね。今話題のコロナのスタンプもありますよ。ぜひチェックしてくださいね。最後までご視聴ありがとうございました。違う絵探しのこの問題は知の種のホームページで無料プリントとして配布しています。ホームページもチェックしてくださいね。解いた感想をコメントしてくださいね。チャンネル登録をお願いします。